津貫孝之と申します。伊勢志摩サミット三重県民会議の、公式ポスターを制作させていただきました。今回第4弾のポスターの、募集ということで、テーマが三重の魅力発信ということですので、自分なりにいろいろとコンセプトの方を考えまして、三重県にはいろいろなさまざまな魅力がありますので、その魅力を、全てポスターで表現するというのはなかなか難しいので、自分の中で、自然の恵み、祈り、感謝、この3つにテーマを絞ってですね、それが三重県の魅力の根源であるんじゃないかというふうに考えて、そういったことを水の揺らぎと日の出をモチーフに表現させていただきました。作業の流れはまずオーラフを、鉛筆で、大体レイアウトを書きまして、で、各イラストをですね手書きで、こういうふうに書いてですね、でこれを、スキャナーでパソコンに取り込んで、パスを、ソフトで専用のデザインソフトで取っていくと、で最後に、色味とレイアウトを、微調整して仕上げていくという流れになります。この揺らぎをイメージしたイラストは海の幸、祈りや感謝から生まれた文化や伝統、四季の移ろいや自然の営み等、三重県の多彩な魅力を、華やかな色調で表現しています。友人とか知り合いにもですね、よく目立って綺麗だねとか、日本らしい伊勢志摩らしいというような、嬉しい声をいただきまして、大変嬉しく思っています。でまた友人や知人とか家族にもポスターをいろんな場所で貼っていただいて、カフェとか、あと、消防士の友達には消防士消防士の壁とか、あと、美容室 の, ウィンドウとか、そういったところにも貼っていただきまして、多くの人に協力してもらいました。今回ポスターを作る上で、三重の魅力は一体何なんだろうということを、しっかり考える期間があったんですけども、日本らしさ、伊勢志摩らしさっていうのは何だろうって考えて、知れば知るほど三重県にはたくさんの魅力があるということが再認識できましたの で, で、それが今後の仕事にもいろいろと生かせるのかなというふうに感じました。地元の広報大台でポスターの受賞のことを記事にしていただいたご縁がありまして、でそれで大台中学校から学生の職業 体験の一環で地域の人から仕事のお話を聞くという、特別授業があるということで、それでそこに呼んでいただきまして、で普段の仕事の内容と、その地域の魅力、地域のいろんな魅力が眠っているよというようなことをお話しさせていただきました。で そこに実際住んでると、なかなかそういう魅力には、当たり前のことなので気づきにくいんですけども、まずは知る気づくということが大切なのかなと。で自分たちが素晴らしい地域に住んでいるんだよということを、感じてもらえればということで、そういうお話をさせていただきました。普段から三重県内の企業様からいろいろお仕事をいただいてまして、で伊勢志摩サミットポスターを作らせていただきましたので、その地域の魅力を再確認できたからこそですね、しっかりとその魅力をデザインや広告で表現できるようにこれからも頑張っていきたいと思います。で、デザインは街を元気にする、人を笑顔にするっていうふうに思ってますので、ロゴマークの活用だったりキャラクター開発だったりですね、いろんな企画広告とか、そういう部分で、新しい、挑戦をしてですね、地域の魅力発信に、つなげていきたいなというふうに思っております。
まだまだあの地域には知らない、知られていない魅力がまあたくさんあの詰まっていると思いますので、まあ普段は当たり前に感じていますけども、まあグローバル化がまあ進めば進むほど、まあそういった地域の魅力というのが生きてくると思いますので、まあそういったことをデザインや広告を通してその魅力をしっかりと伝えて、まあ発展していくことができれば、まあその力にちょっとなれたらいいなというふうに思っています。